はい、ということで皆さんどうもこんにちは、まるですけど、今回なんですけども、ちょっと今回はですね、今緊急で動画を回しております。ただいま時刻、4時半ということなんですけども、今日出したね、そのマクラーレンの動画が、すごい、評価が良くて、皆様のね、そのご希望にね、ちょっと応えようかなと、マクラーレンを撮るために今からガチャを引いていこうと思います。いや、マジで正直、本当は引く予定はなかった。いや、正直ね。だって、もう仮にこれ追加課金しても引けなかった時、この動画どうしようみたいな。その引けたら引けたらなんか性能検証みたいな動画を出すのも、ありだなって思ったんですけど、引けなかった時が、マジでなんかもう、何も成果を得られませんでした状態になってしまうんで、ってなった時に結構怖いなって思ったんですけど、まあやっぱみんなからね、ちょっと高評価もそうですし、まあコメントの方でまあやっぱ、マロさんやっぱ引かないとダメだよねみたいな、いやなんかビビってんじゃねえよっていうね、やっぱそういったコメントとかも結構多かったりとか、まああとは最近ね、ちょっとね、俺これ来ちゃったんです、心来ちゃったんですけど、最近マロさんはなんかあんまりガチャも引けてないし、なんかパッとするような動画を出してないよね。しかも何より、最近のね、ちょっとコメントで、ネタ枠で、ガチャ当てず検証せずパッとしない動画が続いてる気がする。昔から見てただけあって、前のマロさんはどこに行っちゃったっていうで、ちょっと悲しいコメントがあったんでね、戻ってまいります。俺がやっぱ引かなきゃダメっしょ。最近マジで弾けてなかった気がする。なんかキャンディーの法則とかがあった時っていうコメントもやっぱあったんだけど、ちょっとね、キャンディーの法則で、バック当たりしてた時代あったと思うんですよね。で、まあ運営さんが多分キャンディーの法則を、多分あれをもう廃止しないと、もうみんなが神引きしてしまうっていうことだったんで、まあ多分廃止されたんですけど、まあちなみに多分これは嘘です。はい。けどね、まあここはね、やっぱ弾かないと男じゃないし、それはマロではないと。弾けない男はマロではないと。弾きます。さて弾きますか。何これ、限定記念ナンバーなんてあるんだけど、これ何。イベント期間中、マクラーレン 600LT スパイダーを獲得したプレイヤーにはサーバーに記録され、ランキング順位に対応する限定記念ナンバーが配布されます。へー、初回獲得のみ。おい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 、そんなんで簡単に引くほどバカじゃないっつーの。いやでも当たったらナンバープレイ。あきたきたきた。いやもうね、1回で終わらせに行きたいよね、どうせやったら。 0.1% の確率なんで、割とでも確率は高くないものの、まあ今までの傾向と対策、今までの過去問解いてきた感じで言うと、ガチャこの傾向出ますね。しかもこれ一番前でしょ、左上でしょ、これ確定演出です。皆さんこれ覚えておいてください。左一番、左斜め上だと、確定でマクラーレン出ます。それでは皆さん引きましょう。ありがとうマクラーレン。どうなんだ。でもさ、これさ、金チケ倍、これ金チケいいね。金チケめっちゃ出る。あ、でも黄色の確率とか出る。あ、でも 3.3% なんだ。あ、でもこれ結局全体で金の出る確率、あ、でも割り振られてる中で言うと、パンダが高すぎるから。いや、でもこれね、結構ね、おすすめなんですよ。何がおすすめかっていうと、武器単体で金チケが欲しい人は、これを狙うのが一番いいと思う。バイオハザードとかは金とかたくさんあってこうやって振られてるけど、武器出る確率が意外と低かったりとか、車出る確率が結構低かったりするんで、それからほら衣装が高いでしょっていうところで割り振られちゃってるんで、僕的には結構10スキン貯めるんだったら今回このガチャはありです。けど僕が狙ってるのはマクラーレン、ただ一つ。オールインワンマクラーレン狙いますね。いきます。うわー、なんかこれ法則作りたいな。なんか感じ取れないかな、この法則。新しいね。やっぱり歴代で一番強かったのはもうキャンディーの法則じゃないですか。もう誰もが知るキャンディーの法則。キャンディーが出たら3回か2回のうちに絶対金枠が出ると。で、それ以上の何かが欲しいんですよね、新しいの。ちょ、みんなにコメント欄で一応募集しとこう。でも今回俺法則見つけます。とりあえず今これ引いてるんですけど、適当に。いやでもやっぱね、割と一番強いの、仲直りのキスも強かったんですけど、正直な話、人間ってやっぱ欲してしまって欲が出てしまうと、やっぱそれ以上のものは得られないんですよね。基本的に何も別に欲しくないよ、欲してないよ、普通だよ
もう平然としたね、このね、平然とした空気を保ちながら、こうやって、別にな、ガチャは別に本当になんか出ろなんて思ってないし、別にいらないけどな、って感じでこうやって引くと、なんか意外と出ちゃったりするんだよね。いや、絶対出る、大丈夫。安心して。絶対出るから、オッケーオッケーオッケー。絶対出る、絶対出る、オッケー。いきます。ちょっと待って、今思ったけどさ、俺さ、無心で行こうって言ってたのに、もうな、完全に今、邪念しか入ってなかったせいで、気もな、オレンジすら出てない状態になっちゃうんだけど、これ完全に。いや、やっぱ邪念良くないんだな。いや、もう最悪なんだけど。もうえげつないぐらい、いや、オレンジすら出ないこの状態、かなり渋いよ。いや、渋いな。40連に1回渋すぎる。いや、ここで、でも、人生平均論なんで、ここで多分収束すると思います。頼む。マジ頼む。よし。危ない。完全に暴言。過ちを犯すとこやった、完全に。お願いします。ガチ頼む。ここだ来い。よっしゃ。えぐい。えぐいて。いや、マジでしんど。いや、やばい。これもう、これ、没動画なんだけど、完全に、この流れ。いや、もう、マジしんどいって。こういった時、どうしたらいいの本当に。もう、なんか、やるせないんだけど。いや、でも、最後の10連で引き切るっていうのが、やっぱ大人。マジ、頼む。これ、最後の10連で引く。引きます。いや、もう、出るイメージね。はい。あー、感じで、来てる。完全に来てる。あ、やばい。人差し指、これ来てるね。完全に来てるね。あ、ここ!この人差し指!もう1万だけいくわ。いや、そんな報われないことがあってたまるのか。いや、そんな報われないことはない。絶対人間誰しも報われるはず。俺はそうやって信じてる。しっしゃ、きたー。はい、こういうことです。待ってくださいね。これ金ね。これ結構新しいパターンだね。左下から2番目ね。うわ、待って、感じろ。いや待って、やばい。俺なんか今武器が見えた。いや、でも俺車って信じたよ、正直。あー、なんか武器が見える。いや、でも大丈夫、多分車。おさん、安心して。マクラーレン。念じろ、出る。マクラ。クールビューティー。もう俺今ずっとクールビューティーなんだけど。クールビューティーじゃないって。いや、これ2連ちゃん。いや、これなんか来る。2連ちゃん来る流れが見えてる。あー、もうやばい。しんどい。もう無理。もう俺ガチャ引けなくなっちゃう、体的に。いや、いけるかな、これ。あと30連か。5万引いてる。ガチャの、お願いします。もう出てください、もう出てください。お願いします。いや、これもう流れが大事。もうこのまま行きますわ。もうくすぶってるからダメな。もう今ので完全心へし折られた。もう心が痛い。いや、でも、諦めたらダメなんだよ。マジ、諦めたらその時点で試合終了だから。いや、まだ、10連引ける。この10連に全てを書きたい。諦めなかったら人は報われるってところをみんなに証明したい。いや、ここで引けなかったら、もうね、俺じゃないです。このマロじゃないです。ここで引けなかったら。もうコメント欄で罵ってもらってくれ。構わんす、これに関してはもう。いや、マジこれ気合なんだよな、多分。俺さ、今画面にさ、もう今引っ越し準備とかしちゃってカメラないからさ、これ映ってないけどさ、めちゃめちゃ荒ぶってるからね、実写の俺今。頼む、来てくれ、お願いします。ガチでお願いします。ガチ来い、お願いします。きっ、来たー。いや、これですよ。いや、これないよ。やばい。だから最後の最後でしっかり見せるのがこの僕なんです。ってことで、ありがとうございます、マクラーレン。ありがとうございます。いや、そういう、あー、もう最悪や。もうどういうこと。いや、気持ちよくでも10連引いて終わりたい。これがガチの最後の10連だから。頼む、絶対引く。俺だって引く。お願いします。